しました。通天閣で12月27日、年末の恒例行事、干支の引き継ぎ式が開かれました。毎回本物の動物同士が対面し、双方の動物に代わってダジャレを交えた今年の反省と来年の抱負を語り合います。今年は特別に歌舞伎俳優の中村芝翫さんが登場しました。では猿年の口上を述べさせていただきます。猿も木から落ちるのほどの驚きの連続の一年、今年も反省材料にこと聞かない年になりました。地震に高齢者運転に薬物乱用、スマートフォンゲームの歩きスマホ急増や国民的アイドルグループ解散騒動と気持ちが腐る年でした。みんなモンキー言わんといて、猿年は終わず前向きに来年を迎えましょう。どうもありがとうございました。鳥年の向上、来年も大きく羽ばたく年にいたしましょう。飛ぶ鳥を落とす勢いで幸福と繁栄を取り込み、世の中が色とりどりの幸せにうっとり包まれるように、日本の元気を取り返すぞ。どうもありがとうございました。以上、安倍の経済新聞がお伝えしました。一年も司る重大な役割が引き継がれました。